メガゾストロドンは中世代三条気候期からジュラ紀前期にかけて生息していた哺乳形類の絶滅した属。モルガヌコドン目メガゾロストン科に属する。南アフリカに生息。夜行性で昆虫やミミズなどの小動物を食べていたと思われる。体長10から12センチメートル。お腹約4センチメートル。小型の昆虫食動物であった。外観は 原生のツパイや尖りネズミに似ていたと推定されている。指の構造などから、おそらくは、樹状性であったと推定される。下顎を構成する歯骨の後端が半球状に、膨らみ関節突起を形成、臨場骨の関節下にはまり込んで顎関節を構成している。この特徴から、かつては最初期の哺乳類とされた。しかし、かつて顎関節を構成していた、 方形骨と関節骨は未だ顎関節の近辺に止まっていた。顎関節以外の点では、多くの点で哺乳類的な形態を見ることができる。体重に対する脳の大きさが増加し、原生群の半分ほどに達している。また、内耳の下牛及び脳の吸球が大きく発達していることから、聴覚と嗅覚が発達したことが伺える。これは、 彼らが当時空白であった夜のニッチに進出したためではないかとされる。また上下の雁骨の表面には多数の筋肉の付着部の痕跡が観察された。これは唇に可動性があったことを示している。このことは哺乳行動と関わりが深く、おそらくメスには発達した乳腺が備わっていたと推定されている。しかし繁殖形態は 炭鉱類と同様の乱生ではなかったかと言われるが、体重や卵の痕跡が発見されていないため、はっきりしたことは分かっていない。ありがとうございます。